宝塚記念出走馬の中で天栄仕上げの馬、しがらき仕上げの馬はどの馬なのかということを紹介してまいります。では早速ですが紹介していきます。まずはリスグラシューです。リスグラシューは前走クイーンエリザベス2世カップの後、ノーザンファームしがらきに放牧に出されていまして、6月4日に帰休しております。で、リスグラシューで確認しておかなきゃいけないことは、なんといってもどこが最大目標だったのかということなんですよね。というのも、リスグラシューっていうのは最大目標だったレースの次のレースっていうのはパフォーマンスを落としてしまって着順を落としてしまうような馬なんですよね。ちょっとこちら確認してみますと、桜花賞2着、秋華賞2着の後のレースの成績もそうなんですけれど、ちゃんとソースがあるところで紹介しますと、例えば去年のビクトリアマイル、まあ、2着と好走したわけなんですけれど、武豊ジョッキーがレース前にビクトリアマイルがこの馬の最大目標であるというふうなことを公にしていたんですよね。で、当然その言葉通りビクトリアマイルはお釣りなしのバチバチ命地で仕上げていたと思うんですけれど、じゃあですよ、その次のレースではどうなっていたのかというと、リスグラシュ本来の走りができずに、まあ、着順を落としていたわけです。まあ、馬体重の軽い馬なので、やっぱり余力みたいなのが残りづらい馬だと思うんですよね。はい。で、じゃあ今回はどうなのかというのが問題になってくると思うんですが、前走クイーンエリザベス2世カップというのがなんとこの馬の最大目標だったようで、おそらくお釣りはなさそうだというふうな感じですね。はい。だから去年の安田記念の時とイメージとしては近いような感じですよね。まあ、最大目標を終えてその状態が気になるねみたいなことは各種で言われていたような状況です。はい。とまあでもね、そうは言っても今が充実期であるっていうことはもう間違いないと思うので、まあ、その現状の能力が前走命地だったという事実と引き算をして、じゃあ馬券に入れるかどうかっていうのを考えてみるべきかなと思っています。はい、ぜひ参考にしてみてほしいと思います。はい。で、ちなみにリスグラシューは5月21日に宝塚記念の出走表明を出していまして、レーンジョッキーが騎乗することも同じ日に同時に発表されています。まあリスグラシュー陣営は前哨戦はかなり早めの出走表明、 G1 はどのレースであっても1ヶ月ぐらい前に出走表明するっていう風な陣営ですので、まあ、あんまりこの日程は参考にならないかな、この馬に関しては。はい。とまあ夏以降もこういった出走表明だったり最大目標、はたまたどこで仕上げてきたのかっていうね、このシリーズの動画に関しては、まあ時間があるときはまず第一に考えてアップしたいなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録をして夏以降もお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい。続きましてレイデオロです。レイデオロは前走ドバイシーマクラシックの後、ノーザンファーム天栄に放牧に出されていまして、5月22日に帰休しております。5月14日に宝塚記念の出走表明を出していまして、6月5日にルメールジョッキーで向かうというふうなことが発表されています。で、この馬でやっぱり確認しておかなきゃいけないことは、この馬がまさにこの春トレンドだったルメールファーストでノーザンが使い分けた馬だというふうなことですかね。思い返してみると、まずは大阪杯、大阪杯なんてね、当然フィエールマンなんかが実績的には出てきても良さそうなものなんですけれど、まあ、でもドバイでアーモンドアイとレイデオロにルメールジョッキーを乗せたいからなのか出走させなかったわけなんですよね。まあ、ちょっと一昔前ならありえないような、まあ、ジョッキーを変えてまでフィエールマンなんかを大阪杯に出るべき馬だと思うんですけれど、まあ、でも出走させなかったわけなんですよね。他にもビクトリアマイルなんかもね、例えばディアドラなんかは東京の戦力で凄まじい勝ち方をしていたわけですから、まあ、出ても良さそうなものなんですけれど、まあ、それだけノームコアにルメールジョッキーを乗せたかったからなのか、まあ、日本に返すことはなく海外遠征を、ね、続けさせたわけなんですよね。で、今回のこの宝塚記念も、まあ、この舞台に一昔前ならファン投票で1位でこれだけの馬ですから宝塚記念に出るべき馬なんでしょうけれど、アーモンドアイはここに出ないわけなんですよね。もう安田記念に使ってるあたりから、まあ、感覚の近いところで使えないこの馬からしたら、もう花から出す気はなかったっていうふうなことなんでしょうけれど、もう使い分けの精神でね、多分そういうつもりだったんですよね。はい。だし、フィエールマンなんかもこの舞台なんかすごい合いそうなんですけれど、なぜか出てこないわけなんですよ。はい。っていうのは、やっぱりルメールジョッキーによる使い分けっていうのが影響しているというふうに考えられそうなので、今回もやっぱりルメールジョッキー騎乗で、なおかつ天栄仕上げのレイデオロっていうのは、一枚有利なのかなっていうふうに、このルメールファーストっていう観点からは、いたしますね。
はい、まあ駒の短距離以外のレースではこうやって天栄仕上げでルメールジョッキーが乗ってきた馬っていうのは全部馬券内なのでまあ信頼できるのかな。まあ海外帰りでね少し怖いんですけれど、まあでも馬券内には必ず組み込まなきゃいけない一頭なのかなといった感じでございます。はい、まあ叩きとかはなかったんですけれど、もうすでにフィエールマンは札幌記念から凱旋門賞、アーモンドアイは天皇賞かなというふうなことを言ってるところを見ると、もうレイデオロはもうここ一層入魂でしょう。はい、ぜひ参考にしてみてください。続きましてアルワインです。アルワインは前走大阪杯の後ノーザンファーム信楽に放牧に出していまして、5月28日に帰休しております。結構長いこと放牧に出てましたよね。はい、で帰休してこれは1週前追い切りかな。でなんと立冬の販路で自己ベストをマークするというね、すごいですよね。もう何がすごいってこの時期に出るのがすごいかなって思ってて、やっぱこの時期って雨が多いからすごくこう馬場が重くて時計が出づらいわけなんですよね。でそれでこの時計なので、いやすごいなって思いましたね。はい、まあディープインパクト3区で古馬中距離 G1 でタイトルを取った馬なわけなので、なんか普通の馬って考えちゃいけないかもしれないんですよね。何かしら突然変異で発現している遺伝子があるかもわからないですよね。はい、あのエピジェネティクスって言うんですけど、エピジェネティクスで誕生する能力の因子ってもう開花すると手がつけられないぐらい素晴らしい能力として開花することっていうのがどんな生物で見ても多いわけなので、まあ、それに当てはまるんだとしたら、まあ、今回もちょっと侮れない一頭ですよね。うん、なんか高速ババアのみでって思ってた馬なんですけれど、なんかそれすらこういう重たいババですらちょっと克服してくるような気配さえするような、はい、ちょっと怖いです。続きましてスワーブリチャードです。スワーブリチャードは前走ドバイシーマクラシックの後ノーザンファーム信楽に放牧に出されていまして、5月28日に帰休しております。でこの馬長いこと次走の予定が記事にならなくて、安田記念なのか宝塚記念なのか、はたまた春は全休かみたいなね、まあいろんな憶測が飛ぶ中、5月22日にやっと宝塚記念へデムールジョッキーで向かうというふうなことが発表された流れだったんですよね。でここでちょっとエタリ王の動きも紹介してみたいんですけれど、エタリ王は前走天皇賞春の後ノーザンファーム信楽に放牧に出されていまして、5月28日に帰休しているんですよね。で5月3日にもう早々に宝塚記念の出走表明を出しているんですが、なぜか主戦のデムールジョッキーでっていう発表がずっとなかったわけなんですよね。え、まさか乗り換わりかみたいなね、ことがねファンの中でこう囁かれている中、5月23日に宝塚記念は横山典弘ジョッキーでというふうなことが記事になったわけです。まあ、菊花賞2着、天皇賞春が4着の実績馬ですから、すぐにデムールジョッキーで続投でっていうふうなことも同時に発表されても良さそうなものなんですけれど、まあ、長引きまして、まあ、結局はデムールジョッキーに乗ってもらえなかったというふうなことになったんですよね。まあ、いろんな見方はできると思うんですけれど、まあ、単純にデムールジョッキーが選んだ、もしくはノーザンがスワーブリチャードにデムールジョッキーを乗せてきたというふうに考えるのが、まあ厩舎だったりとか馬主のことを考えると普通なのかなっていった感じですよね。なんかアドマイヤの近藤さんとかね、なんかそうなればまた話は別なんでしょうけれど、まあ、今回はデムールジョッキー主導なようなね感じがするので、まあ、エタリオとスワーブリチャードで選んで、デムールジョッキーはスワーブリチャードの方を選んだのかなっていう風なことがなんか垣間見れるようなここまでの動きだったかなっていうような感じです。はい、ということでじゃあちょっとこのままエタリオの話もしちゃおうかな。エタリオといえば友道厩舎の馬でございます。で今年の春の G1 シリーズでは友道厩舎の馬を中心に使い分けがなされていたんではないかというふうに勘ぐってしまうほど、この厩舎の馬の成績は良かったわけなんですよね。はい、まあ、今こちらにその友道厩舎の馬の春の古馬 G1 の短距離以外の成績を出してみてるんですが、見事に全て友道厩舎同士の有力馬が同じレースでぶつかることなく上位で賞金稼ぎをしているっていうふうな感じになってるんですよね。まあ、一番わかりやすいのがシュバルグランかな。まあ、シュバルグランなんてドバイなんて最初から目指さずに天皇賞春に照準を絞ってそこを目指していけば良さそうなものでしたけれど、まあ、でもドバイに挑戦したわけなんですよね。まあ、2着だったから良かったんですけれど、まあ、でもちょっと当初からしてみたらなんで天皇賞春を目指さないんだろうって思った方は結構多かったと思います。
はい。で、まあ、今回のこの宝塚記念も友道厩舎の二頭出しになりそうで、かつ友道厩舎所属のワグネリアンの回避がやっぱり納得いきませんので、まあ、これまで友道厩舎の馬がこういった使い分け出走をするときにどういう流れを踏んで出走に至っているのかっていうのを参考までにざっと確認してみたいなと思っています。まずは天皇賞春です。天皇賞春ではエタリオとユーキャンスマイルが友道厩舎から出走していまして、それぞれ天皇賞春までの動きがこんな感じになります。外球なのか在球なのかは前走の日程の日取りからユーキャンスマイルは外球調整になり、エタリオは在球調整になったというふうに考えられるはずなので、これに関してはそんなに気にする必要もないかなというふうな感じなんですが、やっぱり気になるのはジョッキーが決まる日にちがエタリオに先着できなかったユーキャンスマイルの方は遅かったかなというふうなところですかね。これは使い分けということで、まあ、当然ジョッキーが早くに決まる馬っていうのは当然その分見込まれているというふうなことがね、これまでの春の G1 でもありましたから、まあ、それがこの友道厩舎内でもあるのかなというふうなことが伺えますよね。はい。まあ、この後紹介するマカヒキとエタリオのジョッキーが決まる日にちがどんなもんなのかっていうところもね、注目してみてほしいなと思います。はい。で、続きまして大阪杯のワグネリアンとマカヒキですかね。で、この馬たちのそれぞれの動きというのがこんな感じだったんですが、まずやっぱりジョッキーが決まる日にちが先着した馬であるワグネリアンの方が早かったというふうなところだったりとか、あとはワグネリアンの方は外球で調整しているのにマカヒキの方はしていなかったというところがちょっと気になりますかね。やっぱ同じ在球調整でも、例えば先ほどエタリオなんかはまあ前走が遠征だったし、間隔も1ヶ月くらいだったので、まあ在球調整っていうのも多少うなずけるんですけれど、この時のマカヒキっていうのは前走の京都記念で、まあ前走が京都記念で遠征ではなかったわけですし、2月10日で大阪杯が3月31日ですから、日にちの間隔としては結構長くて十分放牧に出せるような期間だったんですよね。そう。なんですが、まあそれをしなかったというのはちょっと気になるところですかね。はい。というふうな感じで、同じ厩舎所属の馬でも先着できない馬っていうのはこういう調整過程に何かねヒントがあるんではないかというふうなところをちょっとねお伝えしておきたいなと思います。で、じゃあお待たせしました。今回宝塚記念までのマカヒキの動きはどうなんだと言いますと、この馬は前走大阪杯の後なんと在休にてここまで調整してまいりました。4月4日と早めに調教開始してまして、4月5日には出走表明の記事になっていましたので、まあ、この意欲はちょっと気になるところなんですけれど、肝心なジョッキーはその1ヶ月後5月15日にやっと岩田ジョッキーに決まったというふうな感じですね。この出走表明を決めているのにいつまでたってもジョッキーが決まんない馬っていうのは、この春僕が動画にしていたこの外休シリーズの動画の中では1頭も馬券に入ってないですよね。はい、どころかほとんど惨敗してたんじゃないのかな。うん、まあそれも気になるところで、まあおまけに友道厩舎の放牧なし在休調整なのがちょっと気になるところですかね。はい。で、ちなみに、まあこの春は在休調整の馬がちょっとなーみたいなことがよく言われていましたので、ちょっとね、桜花賞から安田記念までのノーザンの在休調整の馬がどういった成績だったのかっていうのをちょっと集計してみました。はい、こちらですね。まあ僕の動画内で全て紹介したものなんですけれど、はい、見ていただくとどうですかね。なんかまあ思ったほど悪くないといった感じですかね。まあちゃんと力のある馬っていうのは在休調整であろうとちゃんと馬券になってるような印象ですよね。まあただその一方でグランアレグリアとかダノンファンタジーみたいな G1 でも勝てるような馬でもダメだったという現実もあるので、まあ、そこはちょっと無視できないかなともいった感じですかね。はい。まあ、今回もマカヒキや放牧に出せる十分な感覚があったのに出さなかったっていうのはちょっと気になるところかな。はい。まあ、この馬は天栄に放牧っていう風になるんですけれど、なる馬なんですけれど、まあ、感覚があるのに出さなかったっていうのはやっぱりノーザーの中で言うと、例えばダービーのランフォーザーローゼスとダノンキングリーみたいな関係性がなんとなくちょっとちらつきますよね。ランフォーザローゼスなんかは、まあ短期放牧で全然、天栄に放牧に出せる期間があったんですけれど、まあダノンキングリーの方は出して、ランフォーザローゼスの方は出さなかったっていうところに、なんかこう序列を感じたんですけれど、僕は。はい。なんかそれに近いものをちょっと感じるんですけれど、はい。まあちょっとまだ確信をつかめる根拠みたいなのはまだ僕の中で出来上がっていないので、まだ僕自身これに関しては研究が必要そうです。はい。夏競馬でもこのことをまた課題として、はい、頑張ってまいりたいと思います。
はい、ということでノーザンファーム生産で宝塚記念出走馬がここまでどういう動きを取ってきたのかっていうことを紹介してまいりました。で、使い分けというのがノーザンファームのここ最近のトレンドでありますので、ノーザンファーム生産でここには出走してこない馬が今現在どこにいて何をしているのかっていうことを最後にざっと確認してまいりたいと思います。で、今日は6月の13日木曜日ですので、6月13日木曜日現在でのことしか言えないので、皆さんがこの動画を見る頃には、まあ、少し変わってたりすることもあったりすると思うので、その点に関してはもうちょっとごめんなさい、ご了承くださいということで見ていただきたいなと思います。はい、でまあね、紹介しておきたいのは4頭なんですけれど、はい、まずはシュバルグランですかね。シュバルグランは前走ドバイシーマクラシックの後ノーザンファーム信楽に放牧に出していまして、5月31日に帰休しております。で、5月10日にキングジョージへの出走表明が記事になっていますので、まあ、エタリ王の出走表明の日程を見てみると、なんかこの馬との兼ね合いでもあったのかなっていうのを、なんかこの日にまあちょっとね感じてしまいますよね。はい、まあどんどん行きましょう。続きまして、ブラストワンピースです。この馬は前走目黒記念の後ノーザンファーム天栄に放牧に出していまして、6月7日に札幌記念への出走表明を出しています。グランプリホースが宝塚記念に出てこないのはなぜだというふうにね疑問が残りますが、まあ、この馬もね騎乗停止がなければルメールジョッキーが乗る予定だった馬なわけなので、まあ、そういう意味ではやっぱりレイデオロとの使い分けなんじゃないのかなって思ってしまいますよね。だ、そういう意味ではレイデオロに1票入るようなブラストワンピースの回避だったかなっていうふうに僕は受け止めています。はい、こういうふうに考えていかなきゃダメだね。続きまして、ワグネリアンです。まあ、さっき触れましたが、詳しい日程だけここでも確認しておきたいと思います。この馬はやはり5月14日と友道軍団の馬と近い日取りで札幌記念への出走表明をしている感じですね。まあ、今回も友道軍団がいいのかなっていうことを感じちゃうようなワグネリアンの、まあ、自走の決定の日取りですよね。はい、まあ、ぜひ参考にしてみてください。続きまして、ミッキースワローです。ちょっとこの馬気になったんですよね。宝塚記念とかなんとなく合いそうだな、出てほしい馬だななんて思っていたんですけれど、実は4月29日に宝塚記念を狙うというふうな報道が一度出ていた馬なんですよね。まあ、いわゆるエプソムカップとの両睨みの状態が続いていたわけなんですが、でも何があったのか、5月8日にエプソムカップに踏み切るというふうなことになったわけなんですよ。まあ、5月8日に決まっていることですので、まあ、ちゃんと賞金を稼いでおきたいっていうこの馬自身の問題ならいいんですけれど、まあ一応ね、一度は宝塚記念を目指していたという事実があったっていうのは少し気になるところで、それを回避してるっていうのは何か他に問題があったっていう可能性もあるわけなので、その点に関しては少しまた考察する必要があるかなというふうに思っております。何か知ってる方がいましたら、はい、ぜひコメントをよろしくお願いいたします。はい、ということでノーザンファーム生産の馬のここまでの流れというものをざっと一緒に確認してまいりました。さあ、今週はいよいよ宝塚記念春のグランプリでございます。また G1 ウィークになりまして、いろいろ出したい動画がたくさんありますので、また毎日投稿で動画をね出していきたいなと思いますので、ぜひお時間がある方は一緒にお付き合いください。はい、で今週の土曜日に前にちょっと言っていたプレゼント企画の試合をね、視聴者参加型でリアルタイムでやりたいと思ってる。はい、また今週の動画で全部毎回告知するようにはするんですけれど、一応今週の土曜日にやりますので、ぜひ今週の土曜日の、まあ、ちょっと時間はまだ決まってないんですが、8時か9時ぐらいかな、夜になると思うので、その時に出す動画をぜひチェックしてください。また詳しくは Twitter の方でもまた告知するんですが、視聴者参加型のプレゼント企画になりますので、ぜひ参加してください。土曜日ですよ、今週の、ということですかね、ぐらいです。ということで尺も長くなったと思いますので、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではですね、また夏競馬の方も、まあ、冒頭でも伝えましたが、この外球シリーズの動画、そして出走表明、最大目標みたいな話に関しては、一番こう自分の中でこう優先順位を高く持って時間がある時っていうのは出していきたいなと思いますので、ぜひ通知を入れてチェックしてください。ということで、この春ありがとうございました。ではまた明日の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。